ハマナは海上自衛隊の補給艦。戸わだ型補給艦の3番艦。艦名はハマナ湖に由来する。AO-411 はマナに続き、日本の艦艇としては2代目。インド洋を航行中のハマナフィリピン海で、米洋陸艦東地がに洋上補給中のハマナ米海軍駆逐艦、カーティス・ウィルバー及び二海軍フリゲート艦。 プレリアルと共同訓練を実施中の浜名。浜名は中期防衛力整備計画に基づく昭和62年度計画8100トン型補給艦4014号艦として、日立造船舞鶴工場で1988年7月8日に寄港され、1989年5月18日に浸水、1990年1月29日に 公司会し、同年3月29日に就役し、自衛艦隊に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。1994年6月24日、護衛艦隊に直轄艦として編入された。1996年5月19日、護衛艦、比叡、立風、霧島、山霧、夕霧、瀬戸霧、沢霧、海霧、 潜水艦、夏潮と共に艦太平洋合同演習リムパック96に参加する。2000年5月15日、リムパック2000に参加するため、本艦を機関として、護衛艦、クラマ島風、金剛村雨、春雨、夕立霧雨、朝霧、潜水艦、夏潮と共に、横須賀基地を出港した。 5月26日に、真珠湾に寄港し5月30日から7月6日まで、ハワイ周辺海域で演習に参加し、サンディエゴを回り、8月16日に横須賀駅等した。2001年11月9日、第一次派遣会場補給支援部隊として、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、クラマ、キリサメともに、インド洋に派遣された。 12月、インド洋上で、アメリカ海軍への燃料補給を開始し、2002年2月まで、任務に従事し、3月16日帰国した。同法に基づくインド洋への派遣は、以後2007年7月まで、合計6回に及んだ。2002年6月8日、第二次派遣会場補給支援部隊として、護衛艦、セト、ギリと共に、インド洋へ、 同年9月まで任務に従事し、11月26日、帰国した。2003年4月10日、第5次派遣会場補給支援部隊として、護衛艦、本郷と共に、インド洋へ。6月4日、ドイツ海軍への燃料補給を開始し、同年7月まで任務に従事し、8月22日、帰国した。2004年8月10日、 第十次派遣会場補給支援部隊として、護衛艦、霧島、高波と共に、インド洋へ。同年十二月まで任務に従事。キロの最中に、スマトラ島沖地震の発生を受け、国際緊急援助隊派遣法に基づいて、タイに派遣され、遺体収容等を行い、2005年1月10日、帰国した。 2005年7月28日、第13次派遣会場補給支援部隊として、護衛艦、イカズチと共に、インド洋へ。以後、二隻派遣体制となる。同年11月まで任務に従事し、12月27日、帰国した。2006年4月3日、護衛艦大霊下に第1海上補給隊が、新編され編入された。2007年3月15日、 第18次派遣会場支援部隊として、護衛艦、鈴波と共に、インド洋へ。同年7月まで任務に従事し、8月26日、帰国した。インド洋に派遣中、4月26日のアブダビ寄港中に、安倍晋三内閣総理大臣が訪問している。2008年7月24日には、新テロ特措法に基づき、護衛艦、 夕立と共に、インド洋に派遣され、同年11月まで任務に従事し、12月21日、帰国した。2018年6月21日朝、東、シナ海の公海上で、北朝鮮戦績のタンカー、u ァイング5号と、戦績不明の小型船舶が、国連アンポリ決議で禁止されている、瀬取りと見られる作業を行っていたことを確認した。その後、 翌22日朝にも東、シナ海の公海上で両船が接原したことを確認。さらに両船分離後、当該小型船舶が中国国旗と見られる旗を形容したことも確認した。なお、ユー・ファイング5号は2018年3月に国連アンポリ北朝鮮制裁委員会から資産凍結、入港禁止の対象に指定された船舶である。 2021年2月19日、九州西方海域において、米海軍駆逐艦、カーティス・ウィルバー、二海軍フリゲート、プレリアルと、日米二共同訓練を実施した。同年5月22日、四国南方空海域において、米海軍教習揚陸艦、アメリカと、日米共同訓練を実施した。同年6月29日、東、シナ海において、 インド海軍、コルベット、キルタンと日印共同訓練を実施した。現在、護衛艦隊第1海上補給隊に所属し、提携向は佐世保である。ありがとうございます。